一回ツーリングに行くと、どうして3時間、4時間。自分の姿を50回ぐらい見ちゃう。はい、秀吉です。どうも。100回ぐらい見ちゃう。いやまあ、それは冗談ですけど。自分の姿見ちゃう。今日もかっこいい。いや、もうはい。すいません。今日はですね、やっぱりツアラーモデルはいいよというちょっとお話をしていきたいなと思います。ツアラーモデルをちょっと悩んでる方。ツアラーモデル、疲れない。ポジションがね、ポジションいいので、こう、疲れない。疲れない、こうね、高い、楽。はい。姿勢が楽。姿勢がね、こう。はい、姿勢が楽。やっぱ、僕、身長190あるんですけれども、これ、トレーサーこう、シートこう、はい。一番上に上げてます。190の僕で、まあ、ほぼぴったりな、こう、足つきでございます。これ以上はもう上に上がらないです。シート、はい。これ一番マックスまで、はい、上げてます。なんですけれども、むちゃくちゃ楽。この場合、長身も、長身の方はもうツアラーおすすめでございます。超おすすめ。でもまあ SS もね、もう SS ももちろんもかっこいいので、こうね、もう欲しくなるのは分かっちゃうんですけど、こうただまあツーリングでね、こうのんびりやっぱりこうね、走りたい。長時間。SS は確かにまでかっこいいんですけど、疲れちゃう、もう。疲れちゃう。でもこう、ツアラーは非常にですね、ツアラーは非常にいいと思います。はい、疲れません。もういいので、本当にですね、おすすめ。ツアラーちょっと戻しようかなって迷ってる方、こう、ぜひね、こう、いいんじゃないかなと思います。ツアラー、はい、非常にですね、いいと思います。はい。まあ、楽です。楽、とにかく楽。でも操作性もですね、もう全然走りもですね、もう十分、まあ、楽しめるんじゃないかなと思います。はい。ツアラーだからこうね、こうワインディングつまらないとかっていうのはもうつまらなくない。今のバイクは特にもうつまらなくない。楽しく走れます。はい。よくできてます、今のバイクは。最新型のバイクは。もう本当におすすめでございます。なのでこうね、ツアラーですね。ツアラーちょっとね、いいなぁ、どうしようかなぁ。ね、どういうバイク買おうかなって迷ってる方ね、ツアラーもぜひおすすめなので、ぜひぜひツアラーモデル、いいと思います。もうね、はい。ツアラーも、高い位置っていうのはこう楽ですね。高い位置っていうのはすごく楽かなと思いますね、もう。はい。本当に。ねえ、もう、はい。ツアラーモデル、楽しいですよ。まあ、疲れないっていうのがいいですね。こうやってまあ、あとこの、パニアね、パニアがいいなっていう、こうね、パニアつけるとね、こうなんとなくもうね、おじさんには、おじさんバイクはこう、もう、おじさんはいい。もう、おじさん、もう、まあね、おじさんバイクはもうパニアですよ。おじさんに怒られちゃうか。いやいや、もう、おじさんですから、僕も。おじさんバイクはもうパニアですよ。パニア最高です。というね、もうツアラーモデルね、こう、迷ってる方、いましたら、もう、ぜひぜひね、こう、ちょっとツアラーいいと思いますよ、もう。ツアラー最高でございます。はい、ツアラーもう最高です。ね、もうぜひちょっとですね、検討してみてください、ツアラーモデル。はい、もういいと思います。なんかツアラー買って何かどうでしょう、なんかこう、逆にツアラー買って何か不満点、ツアラーの不満点、不満点なし、本当、これ冗談で不満点ありません、本当不満点、なんだろうな、ツアラーの不満点。いや、ないですね、これ。はい。いや、ほんと、これないです。目的にはないです。はい。秀吉的にはないです。ツアラの不満点はなしです。ゼロです。特に、トレーサーに限ってはゼロ。いや。他のね、メーカーのツアラもいいんじゃないでしょうか。もう、ツアラモデル、ぜひぜひ、もう買ってみてください。はい。もう、ツアラ気になっている方は、ぜひツアラを思い切って、ツアラをですね、もう、がっつりパニア組んで、はい。いいんじゃないでしょうか。もうね、ツーリングね、楽しんでみてください。ね、バイク最高でございます。はい。というね、ツアラーはいいですよというちょっとね、まあどうでもいいお話でした。すいません。いつもね、はい、ツアラーモデルね、ちょっとね、ご紹介で、はい、やっぱり最高でございます。はい。いつも動画ですね、見てくださる方、いつもどうもありがとうございます。はい。なんかね、春はツーリング最高です。夏
はもう暑くなるんで、もう夏はダメですね。もう夏の真夏のツーリングはもう死んじゃいます。死にそうになっちゃいます。